本当にワンチャンスだ。そうです、ワンチャンスです。わっ、食った食った、うおー、なんだ、あ、なんか、あ、シロシロシロス。はい、こんにちは、村岡正典です。今回の動画はまた熊本です。あの山本君が一緒でやっぱりさすがだっていうね釣りを見せてくれたあの山本君ですが今回ね、一点変わってデイゲームで緑川に来ました。はい、まあ、今日帰りの時間も考えると2時間もできないね、1時間半ぐらい、ね、1時間半ぐらいなんですけど、ちょっとワンゲームやろうじゃないかってことで早速やりましょうかね。はい、やりましょう。はい、どんな感じ。エビ食ってます。エビ食ってる。エビ食ってて、かき瀬があって、そこについてるエビを食べに来るシーバスを釣っていこうっていう、釣ってこうと場所です。そんなナレージシャルダスあたり、ナレージシャルダスとか浅いの辺で。浅いです。本当多分今日だとどうだろう。2メーターはない。2メーターないですね。1メーターちょっとぐらい。1メーターちょっとぐらい。うん。推進しかないんで。やっていきます。じゃあ釣ってみますか。はい。はい、早速やりましょう。いや、昨日の釣りはすごかったな、本当に。最高ですね。びっくりした。久々にこうワクワクさせて、あんなボイルしてパコパコボイルしてね、ボイルもすごかったけど、実際パターンはシビアだったじゃん。同じポイント、同じルアーを同じように流してもちょっとの差で食う食わないがね、はっきり決まってたんで、面白い釣りでしたね。はい、さあやりましょう。じゃあ自分はちょっと上側を叩きます。はい、私は分からないので適当に巻きます。ドラグは結構締め取った方がいいかもしれないですね。杭に巻かれて切られて、左の棒に走られると切られちゃう。走られるとやばいですね。あ、多分そこの段差ですね。今触ってる、触ってる。もう浅い。これ今エビが飛んだ。あ、これね、このコンクリート、ちょっと見えてるコンクリートが段差。ずーっとあ、入ってくるんだ。その先にちょっとステージ状のところがあって、その際に角質がついてるみたいな。ナレージじゃダメかもよ。めっちゃ浅いですか。即そこ当たってる。50かな。50でも今日の。50センチもない。あ、50センチもないかもね。危ない危ない。これエビが飛んでる、エビが飛んでる、エビが飛んでる。あれ、あれですね、何センチぐらい。エビめちゃくちゃちっちゃいです。川とかに普通にいるようなあのエビですね。でもこんだけ濁ってればシャローにも入ってきてそうだけどな。綺麗すぎると多分この潮位じゃ入ってこないですもんね。ちょっと風で濁ってる方が彼らも餌を追いやすいですね。シャルダスだね。シャルダスな気がしますね。だな多分こんなカラーで、レッドビアで。シャル出す20。これな気がするな、レンジ感的にも。でもさ、昨日の釣りもさ、ああいうことってまあたまにやっぱテスターだったり、地元のローカルの人ってやってて、うわーっていう世界見せてもらうとさ、自分が作ったルアーでなんかそれをさらに発展させてくれてるのはすごい嬉しいしなんかね、俺みたいに全国回ってると、あ、これ多分あそこでも釣れるわっていうのがいっぱいひらめくの。いろいろ知ってるから、でめちゃくちゃ旅したくなるの。あそこに持ってきたいとかあの時取れなかったあの状況は このメソッドなら出たんじゃねえかとか思うとそれが楽しいんだよね。楽しいですよ。ゾクッとしたよ、本当。よかった。あ、エビエビ、ちょっと俺もエビみたいな。エビ飛びますよ。ピャンピャンピャンって、なんかやっぱフィッシュ板に追われて飛んでるっぽい。飛んでる時よくかかるもんね。多分その下で追っかけてるんですよ、シーバスが。でさっきからよーく見てるとたまにピャン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 って跳ねてる。今度は正からどうだな。 でかいの、緑側だけあってかかると。でかいの。食ったらでかい。食ったらでかい。食ったらでかい。ただなかなか食わない。あ、多分ダメな可能性は何パーセント。60、70。あ、チャンネル変えないようにお願いします最後まで見てください。最後まで見てください。そんなもんか。本当にワンチャンスだ。そうです、ワンチャンスです。昔それこそ15年前ぐらい俺この川初めて来てボコボコだったの。ですよね。そんなもんではない今。魚が減ってますね。減ってるんだ。護岸工事とかもされて、隙間も少なくなって。なんか7キャッチとかそんな感じで帰ったりして。すげえ釣り場だなと思って。10年前とかってそんな感じだったってやっぱみんな言うんですけど、釣り人が30人って釣ってる人5人とか。あ、そんなもん、の割合だと思いますよ今。でまだシーバスパーティーでさ、リザルト見るとすごいちょっと別格というか、ね、90センチ釣ったら優勝ってわけではなくて、メーター釣らないと優勝できない。90センチだと10位以内は入れるけどぐらいだもんねそうです、そうです。
80後半じゃ優勝はまずない、10位以内すらちょっとどうだろうっていう、メーターつって優勝できるかなぐらいで、下手すると2位だったりするので、下手するとメーターでも2位かもしれない、そんな感じですからね、そんな熊本ですから、はい、いやでもね、成長著しくて頼もしいなと思ったので山本君は今後はどんなプロを目指してるの、まあ、メインはシーバスですけど、うん、おお、喋ると空説やっぱあるんだ、今のは当たりや、手前だ、今のは当たりや、書き手じゃない今までこうやってずっとシーバスばっかだったんですけど、うんうん、いろんな魚釣ってみたい、シーバス何でも青物が今メインですけど、うんうん、そうじゃなくてなんかかっこいい魚、ピラルク、うんうんうん、いろいろいますよね、海外も、あもう海外も、じゃあ村田はじめさんみたいな、ああいう魚種なんか総合格闘技みたいないろんなところ行って、うん、いろんな魚釣ってみたいですよね、うんうんうん、人と話すのも好きなんで、うん、その言葉が通じない人たちと楽しく釣りしてみたいとか、うんうん、そんな願望はありますね。英語できるんだ、じゃあ。できません。ジェスチャーで話せるんですよ。なるほど、はい、いいね。英語は、Yes, OK, Thank you, sorry ぐらい。赤塚健一と一緒だから、じゃあ大丈夫。Yeah, hey, thank you, sorry, sorry って言っていけば、なんかいけるじゃないですか。いや、いける、いける、もう、Oh, eat, eat, oh, 食べる、食べるって言ってたら通じるんですよ。これ完全箸なんですけど、なんか通じちゃう。通じる、通じる、はい、通じる。もう俺もケンさんも似たようなもんだですよね。伝えたいという心が、そう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 、美味しいですね、うん、まあそれぐらいのメンタルじゃないとやられちゃって海外はまたね、ありえないことがいっぱい起こるんで、メンタルおるような、それもでもなんかその時ってうわーってなっちゃうけど、うん、終わってみればなんか楽しかったなって、そうだ、ね、結局なるっていうメンタルでやってるんで、うんうん、だからいつもロケとかも練習釣れなかったりして、うん、うわやばいやばいやばい毎回なるんですよ、うんうん、やばいやばいこれどうしようどうしよう、その悩んでたり苦しんでる時がロケ終わってみれば楽しかったなってなっちゃうんで、うんうんうん、そうだね、結局毎回練習釣れなくてもなんだかんだ終われば楽しかったってなるもんなって思って、ちょっとそのプロアングラーの厳しさゆえの楽しさは分かってきちゃったんだ、うん、分かってきちゃった、分かってきちゃった、楽しい、いや分かってきちゃうとむしろそっちじゃないと燃えないとかそうにもなってきちゃったりしてだから普段の釣りがおろそかになったりするの一回だけどそれでおろそかになると今度本番で結果出せなかったりして、あ普段は本番で結果出すための練習なんだって思うようになるのが一周みたいな、普段からやり込んでないと本番で結果出るわけもないし、やり込んで結果が出た時の嬉しさ、食った、うおうわ暴れた、ナレージでかい、でかかったね、今のはでかい、でかかったね、結構外れてる、プチでステージ上に、ーでかいわ、今のはでかいわ盛り上がってまいりました、いるいる、後ろで地元の方がお前やったなっていう顔をこけております、後ろでずっこけております、地元の方があいつやりやがったぞっていう顔で見られております、やりました山本ですもうって顔してるあいつやったぞっていう顔してる、今のはでかかったです、これな、根掛かり恐れず打ち込むしかないか、浮かなかったですね、グッて合わせた後にそのまま全然浮かなかった、首振ってたねその場 で首振ってグングンってやったから、まあでかいですね今のは、マジか畜生いるんだな、畜生、あと45分後ぐらいにもう一発来ないかな、くそー、ヌンって入った、ヌンってやつ、カーンとかじゃなくてヌン、ドンとも食わず、モソって感じで、で合わせた瞬間、うんうんうん、じゃあやっぱエビカニ浮かないあの感じ、大きいやつですね。ね、結果出せよ。ここでも言う、これいつでも言われる、いつまでも言う、いつまでも言われるやつ、釣らなくても。T シャツ作るって。I know。あの T。あの T。なんかブランド変えますか、ブランド名。あのにしようかな。あのにしようかな。あの山本が来た世界の山本に。そうだね。うわめっちゃいいこと言いますね。世界の山本いいじゃない。今思いついたんですか、昨日から考えてましたそれめっちゃいいこと言うじゃないですか、あの山本が世界の山本に、あの T いいな、ブルーブルから出しますか、あのブランド、あのブランド出せれんじゃないあの T とあのルアーズ、あのルアーズあのルアーズをちょっと、でもなんかちょっと良さそう、いろんなアイデアがあるんですよやっぱ、
が全国各地で釣り人同士の会話で通じない系だよね。釣れてさ、何で釣れたんですかって、はい、あのルアーって、あのルアーってどうなんですかって、いやだからあのルアー、あのルアーだよ通じない、いやだからあのルアーとか、いやどれですかとか、いやだからあのとか、非常に説明がめんどくさい多分毎晩どこかの釣り場でその会話が繰り広げられる。めちゃくちゃ面白いですね。面白い。あのルアーいいな。昔邪道でスーさんってルアー俺出した時も、の人の名前っぽいあだ名っぽい名前つけたらそういう会話が起きるんじゃないかと思って兄さんとか何で釣ったんですかってスーさんって言った時にスーさん誰みたいなスーさんみたいな感じで、それをちょっと狙ったり、やる気スティックも、やる気スティックって名前なんだけど、あの目の位置が全くやる気ない位置につけて、真ん中ぐらいにつけて丸気な顔にすることで、当時はブログが全盛期だったんで、もう日本中のブロガーにやる気スイッチ買ったけど全然やる気が感じられないみたいな記事を書いてほしくて、でもすごい書いてくれたのみんなが、それで宣伝になるじゃん。でやっぱりね、結果的にはめちゃくちゃ売れて、今なんかやる気なしスティックみたいなのありませんでしたっけそう、今なんかありますよね、やる気なしバージョンみたいな、なんか3月今度やる気スティックのやる気なしバージョン、やる気どういうことやねん釣り具屋で見て笑いましたよそう、そうやって遊んだらいいんだよなんだよそれっていう方が話題になるし、面白い。あのステッカー、あのステッカー作りますか。もうあのって書いてあるだけ、うん、いやでもめっちゃあのフォントとかにこだわって、うん、ここまであいつはあのおしゃれにしたんかって言われるぐらいちょっと頑張りたい。いや気に入ってきてるまんざらでもなくなってきてる、ってってまんざらでもない人がここにいるもうあのちょっと気に入ってきてる。この落ちたとこで食ったの、落ちたっていうか外側、この外側、このステージのこの外側で、うん、角で、外側の角がどこだろうなって見えないんで、うん、何とか探って、うんうん、あこの辺だっていうところに入れたらぬん来たと思ったけど、バイブレーションの墓場、ここ墓場です取れない、多分サルベージソリッド100個くらい引っかかってる、マジでバイブのせいですからね、目がかり取れたと思ったらバイブレーションがおまけでついてきたりとか、あ、取れた、お、すげえ取れました、取れすげえみんな諦めてもう、あーダメだってなる、いや5分は頑張るって決めると意外と取れる絆師、ね、よかった絆師張ってシェイク、張ってシェイクだね、ひたすらは、緩めちゃうとね、勝ち手で取られちゃうから、そうですね、あのラインまで触り出しちゃうと取れない、いや難しいな、際の位置が分かんないから、あの辺だよねっ て言っても分かんないよなあの位置で外でしょ、今は外側の、でももう 2m 左は上でしょ、外側ももうそんなに深くないんだ、じゃあ外側も浅いです、もう型出ちゃうんで、いや今日はストック量はあんまりないはずなんですよね、調理的に、うんうんうん、あれでそこまで何匹も何匹もついてるような感じじゃないはずなんで、さっきのが痛かったな、もう一匹食ってこい。オープニングでさっきの山本くんのおっていうシーンだけでもチャンネル変えないでくださいまだ期待させといて、そう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 、フリットじゃ取られちゃうかな、そうですね、ちょっとナレージ50に変えてよりゆっくり引けるように、届くならあれでしょう、釣れそう、届くなら、あ届く届く、届いてますね、釣れそう、でもこの針で取れるかなって感じだけど、そんなかかったらでかいけどねあ、ゆっくりは引ける、いっぱい針が刺さらないと1、2本だとやられちゃうな、いやでもなナレージだもんね、俺と山本くんの、確かに因縁というかストーリーもねストーリーの始まりはバトルで、ブルブルのねタッグバトルで2人でナレージでめちゃくちゃ釣りまくって、それまではナレージは比較的店頭にあって買えるルアーだったの、あの動画以降絶対に買えないルアーになっちゃう、熊本から火がついた、山本くんから火がついたルアーです、すごかったんですよ、魚めちゃくちゃ当たりまくって、いやなんか面白いの、ナレージは俺と達郎でかなり頑張って作ったのね、でこんなすごいバイブレーションそうはないぞってとこまで仕上げて、でバイブレーションのいい方向もいっぱいあるんだけど、このジャンルでは絶対的に強いっていうのができて、でもやっぱりさ、あんな爆発的なヒットするまで持っていけないの、なかなか理解してもらえないとか、でもたった1本の動画でなんか景色が一変するんだよねまあなんかロックバンドとかがたった1曲の曲でさ、今までの曲も含めて一気に売れるとかあるじゃん、そういうのと近いような、なんか嬉しいんだけど
や自分たちの時では広げられなかったなっていう反省みたいな悔しさみたいな、ね、人生初ぐらいだったかもしれないですね、あんな魚釣りまくった。そうなんだ、それをバトルで1ヶ月間ひたすら練習でやりまくってた、うんうん、釣りを。それをバトルでちゃんと結果出せるのはすごい楽しかったですね。釣り人生一楽しかった3日間でしたね、うん、本当に本当にあんな楽しいことあるんかっていうぐらい。ディズニーランド行く10倍は楽しかったですね。まあ、女子が敵になった。女子が敵になったよ、やばいわ、ちょっとカットカットやっぱね、まあでもなんだかんだでカフェ巡りとかの方が楽しいかもしれない。ちょっとおしゃれな降りてきた、降りてきた。インスタ映えそうな写真撮ったりしてね、キャッキャ言うのも楽しい。楽しいし、ね、まあ、バトルよりそっちの方が楽しいかもしれない。地味にずっと、ね、釣りばっか人生やってきたのがやっと実ったというね、うんうんうん、あの瞬間に、うんうん、そうだね。だからバトルロケ終わった後3日間ぐらい声枯れてましたもんね、叫びすぎて、うん、めっちゃ叫んでたんですよ。わっしゃ来たおれみたいな、しゃおれみたいな、ずっと叫んでて、それぐらい結構気合い入れてたんですよ。しかも前回小鉢さんだったじゃないですか、小鉢さん泣いちゃうじゃないですか、もうバーン行ったじゃないですか。その後いやプレッシャーやばと思ってこれなんかバズらせんとやばいよなと思って、相当気合い入れて練習しての本番であれだったんで、ちゃんと練習の成果を出せるっていうのがそうだね、実力、うん、練習ありきのタイプの釣り人なんで、なんか本番でこう力んで絡まっちゃう人とかもやっぱ本番強いのがカメラが好きですからね。陽キャ出た陽キャ陽キャカメラ好きですね、楽しいじゃないですか。楽しい。だからカメラが回ってるとちょっとテンション 1.2 割増しぐらいになります。まあ回っとらんくても2割しか減らんのかいっていう話ですよね。で 1.2 割増しぐらいになって楽しくなっちゃうんですね。すごいわ。なんかちゃんとこう世界で活躍しそうな気質があるよね、こうもうすぐに。コメント欄もそういうコメントいっぱいつきそう。山本くんなら世界行けそう。あのじゃなくて世界の。あのから世界へ。そうそうそう。おーすごいな。気に入ってきちゃったな。今日村岡さん帰った後ちょっとなんか本当いろいろ考えようかな。気に入ったのでしたら送ってください。あのルアーズまで頑張っていこう。あのルアーズ。うん、もう状況特化型ルアーズだね。やっとヘリの位置が分かった。わかりました。その辺、その辺す、ね、縦にヒューッと入ってるんだね。縦に入ってます、縦。でもこんなもんだよね、なんか段差の。そうです、段差がそんなに高くない。ああ、ね、低い。うん、分かった。その際を通していただく、はい、食う、はい、40% の率で食うと。はい。ただその 40% さっき引いちゃったんですよ、ね。で、バラす、やっちゃいましたからね。40% 引いたじゃあ、だいぶ確率は減ったかもと。減りましたね。10% ぐらいかな。ストック量もないからな今日は。まあまたでも0と1は大違いだからね。そうです、ルアーが水についてる限り急に急にそうです。だから釣り行ってルアー投げとかないと魚釣れないんで、うんうん、ルアーが水中に入ってたら可能性ありますかっていうメンタルでいつも釣りしてます。だからいつもロケとかも諦めなさすぎて星さんを振り回すっていう、うんうんまだやれる、眠いですかって聞いて、うーん眠いですねって言われても大丈夫、あと3時間ぐらい大丈夫めっちゃ振り回す。それで最近星くんから山本くんの提案がないんだねあいつの撮影は大変だもう行きたくない折れたら終わりじゃないですか、演者側が、うんうん、演者が折れたらカメラマンのテンションも下がっちゃうじゃないですか、うんうん、絶対俺が折れたら終わりやと思って、うんうん、折れないメンタルで面白いエンディング撮ってる時すらボイル起きないかなぐらい思ってるんで。浜さん浜さんね、まあ諦めないって言ったら浜さん。そうなんですね、うん、みんなそうだけどね、うん、みんな絶対最後までやっぱり名前出してくるっていうか名前出てくる人はみんな執着心すごいよ本当にすごい、研究熱心だし。そうだね、でももう本当にあのっていうのが
代名詞で全然いいと思うし、まあやっぱこの性格だから一番こう外に飛び出してる感じのね、南極大陸でやってみないって言ったら行っちゃうぞ行っちゃうよみたいな人じゃないで、他のメンバーはもう少し慎重だから、コバッチなんか絶対さ、僕なんかで大丈夫でしょうかとか言う、一番強そうですよね白熊出ても一番大丈夫そうですよ、戦いそうじゃない、お前が一番強いだろうみたいな一番霊気にも強そうじゃん一番強いです多分一番向いてるんですけどね、多分南極でも T シャツだったりする、半袖で多分だからそういう世界に飛び出したとこのフラングラーになってほしいな、楽しいですよね、絶対楽しい、またね、なんか山本くん世代だとちょっと海外旅行も、なんだ、あ、なんか、あ、シゴシゴシゴス、めっちゃ遠いところ、うわぁ、え80あったぞ今のは遠いとこでかかってたよ、80あったー、せへせへ俺今食ったって思ってなかったんですよ正直、うん、巻き寄ってもうあのあれは全然ただの砂、 あそこにプチブレイクです、ガタのブレイク、ああ、そういうブレイクがあるのね、そこでも一通りここ通しちゃったから、うんうん、ちょっと外のブレイク入れようと思って巻いてて、うん、あ、ブレイクに触ったと思って竿でかわしたら、あれ？へえ。なんだこれ？と思ったら、鈴木がエラーレしてた。ねえ。あれ、俺のかかってるねみたいな。俺のだね。だから何も言わなかったんだ。びっくりした。ふつふったら、おらみたいな言うじゃないですか。だけど、あれ？あれあれあれ。今鈴木エラーレしたの、俺？そう、そんな感じだった。俺も先にエラーレが見えてさ、あ、あれはかかってんのか、ボイルしてんのか、あれ山本くん違うなみたいな感じで、俺でも絶対ないし、俺のがそっちだしみたいな感じでじゃあ次見た時に竿立ててたから、ああすげえとか思ったら、ちょっと遅かったんだな今のは。もうなんだろうな、もうあれれっていうブレイクが、こっちもね段差があるならそっちもありそうじゃん、まあちょっと流れ逆だけど、でそうなんだよなと思って、さすがです。さすが。ここ見切って、その右の外側なんかもね、やっぱ打ってみたいなっていうタイミングが合ってんだよね。さすがなんですよ。白がいっぱいいるのね。こいつらはこういうところとか流れの下川のあと流れが緩いところに溜まって、そこにねちょっと可愛いサイズたちがボイルするみたいな。うんうんうん、で大きいのはこういうところでエビ食ってる。数釣りたいとかっていう人は、ね、ナイトゲーム来てこっちについてるやつらを狙った方がイージーかも。やばい、 40% とか言ってもう2本やっちゃった本当だ、あと何パー残ってるんですかこれあと何パーか、まあまあ、あと1時間ぐらいあるからあと一発ぐらいこんかな、一発ぐらいはネックレスのブレスレットの針の形のやつだ、そう、針の形、かわいいでしょ、かわいいでしょ、なんか俺そのうちこういうのもオリジナルで欲しいなと思って、うん、山本バージョン、いいね、おしゃんなかっこいいあのネックレスを、あのネックレス何でもあのになっちゃうよーく見たらあのって書いてある、しかもひらがなめっちゃダサいローマ字なら、ね、あれだけど、うん、ひらがなであのって書いてある、いいかもしれない、逆にいいですよね、ありだよね、あれあれよく見ないとっていう、かわいいんですか、かわいい、ひらがなってだって、コンビネ青くんがブルー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 やってますね、青くんもすごい、だって本名だよ、青すごい、もう生まれもブルーブルーのテストなんだよ、どこから計算してたのって話じゃん生まれる前からそういうものだったのかお父さんお母さんにインスピレーションもたらしてたわけでしょ、こいつ青って名前しようっつってね、将来ブルブルとか組みそうだからすごいですよね、釣りが好きになってそんで釣りにハマってさそんなことあるって話、山本くんが意識してる若手アングラーっている、はい、意識、意識か、ライバル心でもいいし憧れでもいいし、蔑んでてもいいよ、蔑んでる、蔑んでるはいないけど、あんま人を意識しないですよね、うん、俺は俺みたいなスタンスなんで、うんうん、あんまり意識したことないですね、頼もしい、だけどそうやって言われても誰か誰もいないなってなっちゃう、うんうん、眼中にないといや俺もうやばやばいやばいやばい、俺何言っても悪い方になっちゃう、これ金尾さん編集でうまい具合なんかやっといてください、眼中にないんだね、アウトオブ眼中始まった、始まった始まったぞー、うわー辛いなこれ、影響されないんだ、うん、影響されないですね、子供の頃の話になるんですけど、
まあ、今もそうだけど結構ファンになるじゃないですか。みんな例えば金子さん嵐が好きだったとか二宮くんが好きみたいなないんですよ。だからアイドルとか例えば俳優さんとかそのファンっていうのになったことがない。推しがいない人生。そうです、推しがいない。聞いたことあるそうですか。俺が去年秋入院中に人生で今まで一度も推しって思った人がいないから皆さんの推しを紹介してくださってたらリップが400件ぐらいついて全部見たの。なんかありましたね。全部見たけどやっぱまあ性格的なもんだからね本当に推しっていうふうにはなんなかったよね。推しっていう感覚が分かんなくて、だからその意識してる人も分かんない。あんまりその人に影響されたことがないから真似してみようとかあんまり分かんないですその感覚が。何なんだろう、ちょっと変わってるんですかね。変わってるとこじゃないかな。なんだろうね、いる人といない人の差っていうのは自分も考えるけどなんかうまく言語化できない。どっちがいい悪いでもないと思うんだけど、うん、でもなんかいる人は幸せそうだなと思ってる。楽しそうなんですよ、ね、そうそう。いない人って自分がどうにかしないと幸せがないわけだから、だから傍から見るとその人の状況が不幸でも推しが幸せだから私は幸せって、うん、多分本当に思ってんだなって見たことあるんでいいなみたいな。楽しそうなんですよ。楽しそう、めちゃくちゃその推しをしてる時が幸せっていうのを見て、ね、うん、ああいいなとかって思うけどその感覚が分かんない。そうだな、分かりたいと思っても分かんない。何なの？俺を押せってことじゃない。おっと？その流れに何を言っても持ってかれるぞこれ。お口ミッフィーしとこ。今から何パルか分かりませんが、もうお口ミッフィーちゃんでいきます。そう、ちょっと尾根入れたりね。まあなんか強さゆえの生き抜く術じゃない。それだけだとさ何あいつってなっちゃうから可愛いとこあんじゃんみたいな。転がされてる2人。ふだ転がされてるわ。もっと方便熊本弁出るんでしょ普段だと。あ、熊本の人と話してたら話さないとそうなんないんだ。え、出てないですか。ほとんど出てないと思う。さっきだから地元の人と話してた時あ全然違うと思った。あ、それはでも多分そうかもしれない。で方便トークなってたじゃん、はい、だから多分3人だとそうなってないよね。あれだ、初めてロケした時に、うん、高橋くんがカメラマンだったんですよ、うんうん、人生初ロケ、うんうん、その時に方言がきつすぎて何言ってるか分かんないって言われてそうで、あのねって山本くんってこのカメラの奥には何万人という人がいるんだと、で熊本の人だけじゃないんだぞと、だから君何言ってるか分かんないからちょっとあの言葉方言をちょっと和らげてくれって言って、カメラの前ではもうちょい分かるように分かるように話してって言われて、それからその方言を消す練習をしてましたから。なるほど、ライト熊本弁にしたんだ。そうです、そうです。なるほど、ね、何言ってるか分かんないよって。でもなんとかだけん、なんとかばなんとかとか、なんとかだけんは言ってるけど、うんうん、バーとか言ってないね。バー言わない。高橋が言うってよっぽどだよ、うん、よっぽど。高橋君もなんとかだべってみたいな感じでしょ。うんうん本当は今あのちょっと東京にかぶれちゃってますけどね都会人っていう感じじゃないですかイメージ多分全国の皆さんの、うん、で俺もそうだったんですよね。なんかそうなんかなと思ったら意外となんか田舎人とかありますよね。そうね、うん、でもそこがまた素敵だなと思いましたね。あんなシティボーイ風にしてるけど実は田舎っぺの一面も持ってるみたいな。かわいい、たかしくんかわいいと、うん、山本くんもかわいいよ。だる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 。もう今サングラスの人めっちゃ笑ってますからね。さなし120。今のはだってかわいいと言われますね。だね。ああそうなんだ。あ、もうスカナッシュじゃそこゴリゴリだね。めちゃくちゃ浅いですね。スカナッシュぐらい動いてほしいね。アイザーのレンジで。確かに結局ナレージなんだな。ナレージですね。なるほどねなるほどね。ナレージかシャルダス。ジョルティだと一撃寝かかるしナレージだな。ナレージかシャルダスな気がします。うん、ナレージはねリップがあるんで活気性とか寝がかりやすいとこを超えてくんので、たまに運悪いと針拾っちゃうって感じだけど、シャルダスはもうお腹のフックが前出ながらまっすぐ来るんでめちゃくちゃ寝がかんの。寝がかりに行ってるようなね泳ぎ方してるんでレンジをきれいにコントロールしないと一発ですよ。だから初めて来たポイントでシャルダスは非常に難しいと思う分かってればできるけどどこにあるかもまだ定かじゃない中、それが怖いから上っ面引いてると全然食わない。入れてかないと食わないから買わせるナレージ、ね、
イガイブラック、イガイブラックってカラーです。貝の種類でイガイってちょっと黒紫のねカラーで、ほらこの白い水にさシルエットが合いそうでしょ。こう釣れそう、この存在感が、うん、存在感ありそうっていう、ありそうっていうね。カラーはどんなカラーが好きなの？カラーは一番好きなのはゴールドサバ。ゴールドサバ、ブルーブルーカラー、うんうん、キラキラ系、キラキラ系です。なんか一番熊本の水に馴染むっていうか、うーん、そういうカラー。実際売れ線ね、天才やってたから知ってるだろうけど、はい、その売れ線カラーどんなカラーなの？レッドヘッドですよ、熊本はやっぱレッドヘッドなんだ。相変わらずそうなんだ。え、パールホワイトのレッドヘッド。そうです、そうです、パールホワイトのレッドヘッド。あのなんか透けてるやつとかはちょっと違う、うん、違うんだ。もう純粋な昔からのレッドヘッド、昔からのちょっとオールドチックなレッドヘッド、うん、それ世代を超えてんの？若い人も使います。へえー、すごい。使います。面白いですよ。あの SNS とか見てても、うんうん、ナイトの河川の超過とかやっぱレッドヘッドバス。みんな使うからなおさらね。みんな使うからまたレッドヘッドみんなが買っちゃうんですよ、うんうん、レッドヘッド釣れるっつって。だからみんなあのゴールドサバ投げたらゴールドサバになるかもしれない。そうだね。あのゴールドサバ青森県の人が大好きなカラーで、青森県ではもうジグからミノまであの色が圧倒的。熊本でもあのカラーばっかなんですよね。一番釣れる気がする。だからなんかナレージャーマットチャートばっかり使うようになったんですよ、あのバトルの時以降。はい、ガシ君の影響で。あの時もちょっとカラーの差が出てたんですよ、ね、うんうん、明らかに。だからあれマッキーで塗って、そこからまたパンパンパンって発信して、うんうんうん、ちょっと色の差がある時もあるんですか？あります、あります。そうだね。あの時も村岡さんシルエットがちゃんと出るようなカラーを、うん、ピンクとかなんかオレンジとか使ってバンバン釣ってて、うんうん、で俺なんか変にフラッシングするようなカラー使ってて、俺だけ当たりがなくなって、うんうん、何が違うんだろうって思ったら、いやカラーシルエットかなと思ってマッキーで塗ったら、いきなりマジックで塗ってて現場でコンビニ行った時にすいませんマジック買っていいですかってマッキー買ってそれで塗ってっていうひらめきでしたね。あの以降はもうすごかったですよ。ナレージに落書きしてくださいっていう注文が、あ、めちゃくちゃ来ました。君に塗ってほしいんだ、なんか塗ってください。ナレージ何百個塗ったかわからない。へえ、そんな、すごい、すごかったですよ。釣り場であってもナレージに落書きしてください。なんかかっこいいですね、うん、現場で。うわマジか。あ、思ったより魚いるな。うん、お、しますか。一回休憩、うん、休憩しましょう。ここで一回休めましょう。50に変えよ。さあ復活、復活です。飲み物休憩を終えて元気になりました。星占いの話で盛り上がりました。ほう、なんか村岡さんは何でしたっけ？赤の月、赤の月って言ってましたね。思った通り、スター、黄色星？スターキッス、うん、なんか叶うの人から楽しみらしい。いきなり生年月日聞かれて、何するんですかって言って、占い、何の占いですか？マヤ文明。みたいな、楽しい、めっちゃ楽しい。なんか当たってんの、いろんな人のは。いや、なんかすごいですね。あの人は何ですか、あの人は何ですかって言いながらやってたら、うんうん、ああ確かにってなるんですよ、うんうん、だからなんか生まれた瞬間そんな運命が決まってるなんてふざけんなって言いつつも、うん、なんかそうやって見てみたら確かに当たってんだよなっていう話で盛り上がりましたね。そうなんだよな。何なんですかね、生年月日でそんなの分かっちゃう。なんか悔しいんだよな。悔しいんだ。悔しくないですか、生まれた瞬間そんななんか決まってますみたいな。俺次第だろっていう風に言いつつも、そう言われてみればみんなの見たら当たってるなと思って。でもちょっと高橋くんのがかっこよすぎたな。赤い竜かっこよすぎませんか。赤い竜すごいかっこよすぎ、かっこいいね、赤い竜。ここまでなんだ、びっくり、濃い濃い、怖いね。船に恋に鋭に賑やか、釣りたい。あのエラ洗いがね、80ぐらいありそうだったね。はい、ゴボボゴボボボボボガバババババやつだね。そっか、画角にあれですよね。確かにこっちに来たらなんかより長すぎて、うん、もうね、今回の動画から身長ごまかすあれもなくなったんで。
もう楽です。身長何センチですかって言ったら、190ぐらい。比較的、ここまで大きくなっちゃったの、俺だけなんだ。多分牛乳と太陽に当たるのが好きだったからだからほら昨日車の中で話したひたすらチャリを漕ぐ少年だった時代、チャリ漕ぎながら牛乳飲んでましたからねローソンとかで酪農牛乳ってあります、あれを買って牛乳をチュパチュパ飲みながらひたすら海の方向にチャリを漕ぐみたいな入院するまで入院するまでそうあれですよ、なんか今日はこの方向にひたすらチャリを漕いでみようみたいな思ってひたすらチャリを漕いで帰りのこととか何も考えてないわけですよ。あー疲れたと思っても何キロぐらいあるんだろう、30キロぐらいあるのかな、小4とかで、ひたすらチャリ漕いでって力尽きた頃に真夏だったから首と耳、全部やけどでもう水ぶくれになってそのまま病院に行きっていう、帰りのこと何も考えずに、大変でしたね。帰れないっていうね、行きのことしか考えてない、ひたすら今日はこっちの方向に行ってみようとか、夕日が沈んでいくじゃないですか、子供の頃って沈んだ先に太陽があるんじゃないかと思っちゃうんですよ、だからひたすら追っかけてみたりとかで頭悪いから小学校4年生とかそういうの知らないですよ、普通小4だったら西に沈んで、ね、また地球の裏側行くって分かるんですけど、分かんないわけですよ、頭悪すぎて、沈んだ先に太陽あるんじゃないかって、でひたすら追いかけるよくそう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 、分かるでしょ、虹がかかってる方に行ってみて虹の根元あるんじゃないかって、その感じすごいねやっぱ その素直さだね、少年さん結構困ったですよね、困った子だね、先生にもよく怒られる子、怒られますよね問題児がもうなんか自由すぎて、うわこれやりたいなと思ったらやっちゃうし、だからなんか授業中とかに例えば虫が入ってきて気になったらもうその虫に全集中みたいなあのクラス崩壊のきっかけになる子ですな何でもなんだろう、そんななっちゃってましたね。自分は人と違うかもなって思ったのは何歳ぐらいの時？それこそその周りの人を気にしなさすぎてすでにそれすら、それ比較したことがないとこれが好きな、スターなる人みんなそうだからね、周りの人と比べなさすぎて自分おかしいっていうのも、そのある程度の年になって高校生とかになって周りに言われだして、そうなんか、俺ってちょっとおかしいかスターだみたいなスターです感じだから分かんないですよね、自分でもなんかおかしいんかなってよく人に聞く俺ってちょっとおかしいな、また寝かかった、とってもとっても寝かかる、バイブレーションの墓場、攻めるからしょうがないけど、これ相当価値性がしっかりした貝が、価値がついてる、こんな感じです、もう密度が、こんな密度でブワーって生えてるんで、怖い怖い、あ飛んでは来ない、大丈夫、飛んでは来ないけどピチッていきそうで怖い、ピチッていきそうで、針伸ばしに行って外れないから、そう、一気にやっちゃうとねダメなんで、じわじわ真綿で首を締めるように、全身気を集中して、これはでもフロントフックが引っかかってるっぽいんだよね、なんかしっかり集中してるとカキ殻がちょっと崩れたりなんか針が一つ柿殻をガリって壊したりも分かるんで、それをちょっとずつやっていくと取れるときは取れるんだよね、一気にやっちゃうとプチッと切れちゃうんで、まあ確かに地合いでこれで粘ってる場合じゃないときもあるんで悩みどころ、私は頑張りたい派なんです、10キロぐらいかけてるんだけど針が伸びないよ6番枠がもうがっつりいってるんだからね、がっつりいってる証拠ですよね、ルアーが動かないからシェイクしててもかなりがっつりいってる、挟まっちゃったかな、釣れねえ、畜生釣れないぞ、もう2本かけちゃったからな、3本か意外とやっぱ下げ効かないな、もうちょっと流れてくれた方がゆっくり巻きやすいんですよ、
流れないとゴイゴイ巻かないとルアーどんどん沈んじゃうんで、あれも楽しみですね。釣りがあるアズアズの全国武者修行、あれ楽しみ。そうだね、山本君のとこにもそのうち来るから各地のテスターに教わるっていう、どうの釣りを教えようみたいな、その流すドリフトみたいな釣りを教えるのか、こういう直線の釣りを。当たり前だけどうちのテスターは全員超ベテランじゃない。そうするとさ、初心者向け動画って撮ってもやっぱり言葉が後で足りてないんだよね。どの辺が分かんないか、リアリティに想像できてないから。だけどすごく可愛い女の子が横にいるとめちゃくちゃもう第一回で俺指鳴らしたもん、これだよ完璧な初心者向け動画になってんじゃないかって。コメント欄にも来てましたね、うん、ここまでやっぱりあれだと分かりやすい、うん、例えばブレークの上を舐めるようにとか、ブレードの回転数を上げ、そうそうそう、上げすぎないかって、もはいって感じじゃないですか、ね、でももっとそれを噛み砕いて噛み砕いてね。でこっちもどうにか釣ってほしいし分かってほしいから必死にやるじゃないですか。そしたら見てる人にも伝わるっていう、伝わるってイメージしやすい。ブレイクって言った後のにすかさずね、ブレイクっていうのはっていう解説が入ったりしてうん、なんて分かりやすいんだ、あそこにこういう地形があるからっつってその上をこうやってって言ってなるほどっつって、それで釣れたらもう最高。あ、違う、うん、違う。いやあれ超楽しみです。それでもそれでちゃんと全部の回を見て、アズアズさんが習得してないような釣りをこっちでやろう、うんうん、他のところでバイブレーション釣りやってるならね、ミノをそのラインスラックを、ね、調節して釣る釣りをやってもらうかみたいな。もう俺が撮りに来るよカメラマン俺でもうオープニングが見えた山本君がなんか車で作業してたら、はい、アズアズが走ってて、あの山本さんですか。うわだるそっか、俺あの子にも言われるんかそうそうそう、アズアズ引っ張る引っ張る、お口目フリーつってノーノーノー、そのワードはノーアズアズそれ言ったら教えないよって言って、いやアズアズは22歳、1歳2歳とか、そんぐらいだから普通にうざって言われると、うわおっちゃん傷つくおっちゃん傷つく、それもうどうなんですか、21、2歳の子からしたら26、7歳ってちょっとおじさんに片足突っ込んでるんですかね、うんうん、うわこのおじさんうるさいなって思われそう楽しみだね、釣れてんのは楽しみだね喧嘩してるかもしれないですよ釣り場でだから59分57秒ぐらいはエイだわ。え、あれエイ？そこにいるのもエイっす。あれもエイ？エイエイ。ジェイいっぱいいる。いきなり 3,4 枚やってきたよ。あげれるかな。エイ怖い。スロープがございますよ。スロープが。スロープ確かに。エイ怖いんですよね。怖い。これ結構でかいんじゃないかなこのエイは。怖い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 俺が取ったよ、こっち回してこっちうおぉトゲはトゲ、こうだトゲ下にあります。トゲ元ですね、トゲ元だから大丈夫、よし、うわありがとうございます、いいバイバイエイちゃん。お、エビ逃げてる、エビ跳ねてる、はい、あれです、ありがとうございます。へいへい、あんな跳ね方するんだ。そうです、あれ食べてます。チューはせん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 、チューしたらやばいって、あれはあれにチューはやばいですってやっぱあの91センチにチューも伝説になったんだ。いやこっちでめっちゃ言われますね、かっこよかったって。いやもう斬新、斬新だった。そのメディアで鈴木にチューする人って、なるほど、いなかった。確かにローランドみたいだったなあれはでもあのタイミングであんなん釣れたら多分みんなチューしたくなりますよ本当に逃がしたくない。あれで逆転だったもんね。そうですそうですそうです、あれは本当にすごかった。あの一匹で釣り人生がもう変わったって言っても過言じゃないんであの一匹は一生忘れない。であのブローインに、うん、あの鈴木の鱗が残ってたんですよ、うんうんうん、それそのまま今撮ってます。あ、本当、家に飾ってますよ、あの鈴木の鱗がついたブローインが飾ってある。その数分前に俺がジャーキングで一本釣って、ジャーキングに反応するよって、それまで反応しなかったの。ジャーキングだっつって、俺あんまやったことないんですよっつったら、一本も知らないし、ジャーキング食いますねとか言って、食ったーとか言ったら、とんでもないでかいサイズでさ、でもこれで勝てんじゃないのみたいな。あ
れあれでしたもんね、カットされたけど、うん、Google マップで精鋭の位置を確認して、うんうん、ずっとこうやって Google マップと携帯こうやってしながらやって、うんうんうん、よしここだって分かった後に村岡さんのジャーキングを一時眺めて、うん、でその動きの抜け感とかを自分でこうやって調節して、うんうん、あ、村岡さんのジャーキングみたいになったって言って投げて1、2投目でしたね。すげえな。ずっと村岡さんのこうやって見てたんですよ、うんうん、で全く違うんですよ、ただこうやってやるだけじゃないんですよ、うんうん、全然動きの抜け感とかなんか漂う感とかがあって、あーってタックルも違うから同じようにシャセットも違うよなって、うんうん、ずっと調節して、あー感覚があったわと思って投げて、エビっぽさだよね、あの時はね。そう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 、水面に跳ねようって抜けてくるエビのピョンピョンって跳ね上がり感の、あーシャルダス、シャルダスは取れたことがあんまりない。下げが効かないな、潮位のせいだろうな、もう浅すぎてこっち流れが入ってこない。もう今日はね、村岡さんたちが帰ったらずっと釣りします。夜中っていうか朝方まで、久々ウェーダー履こうかな、ガタに入りたくなるんですよたまに。あんまり汚れるの好きじゃないんで入りたくないけど、やっぱり熊本でかいの取ろうってなったら入らないといけないですよ。みんな入りますよ。でもさっきの A がいっぱいいるわけですよ。めっちゃ怖くないですか。踏んだらやばいし、毎年誰か知り合いやられるんですよ。大人が泣くぐらい痛いって言います。みんな刺された人にどんぐらい痛いんですかって聞いたら、大の大人がもううわーっつってのた打ち回るぐらい痛い。それ聞いたら余計ウェーディングしたくなくなるんですよ。怖いんだよな。でも克服したい俺の弱点、お化け、虫、ウェーディング、それ克服したらもっと魚釣れるんだろうなと思うんです。草やぶがあったらも入らないっていう、その俺のスタンスをなくして入っていけばまだ取れる魚は増えるだろうし、夜怖いからあんまりやりたくないっていうのも克服すれば、うん、もっと魚釣れるようになるんだろうなみたいな。あとエイもね、ウェディングしたくねっつってウェディングしない人だけど、するようになればもっといっぱい取れるだろうなみたいな思うんだよな。草巻きもしますけど、ちゃんと長袖着てれば全然大丈夫です。どういうことですか、ウィーン。俺の通る道みたいなね。山本ロードを作っていこうかな。確かにな、草刈り機買おうかな。それありですね。あいつなんか今年すげえ頑張って魚釣ってんな、なんでだって言ったら草刈り機買いました。今までヤブ入れなかったけどこれでいけますよっつって、すべて解決。もうどうしてもって時は入りますけどね。さあ山本君、あと10分あと10分10分で決着つきましょう。はいぞ、ナレージ。迷いがなさすぎてルアーボックスこんだけしか入ってない。もう、はい、もうここって決まってたから、はい、ここならこれでしょう。いや、マットチャートで行こうかな、最後はナレージで。でも意外とジャーキングとかもなんか 1,2,5 でやったら釣れそうな気もする。うん、ドン。5分ずつやってください。食いそうな気もするんだよな。怖い怖い。おお、浅い浅い。すごい浅い、これすごいな。ちょっと不思議と水は来た時茶色だったけど、うん、落ち着いてきてるんですよね。もう6号早巻きしたのかな。ずっとそこに当たるぐらいになってきたね。30センチぐらいしか引いてないけど、まあもともと浅かったんだろうね。そうです。いよいよ、いよいよすごい。トップでは出ないんだ。出るとはちっちゃいペンシルとか、うん、そういうのでやったら出る魚はいるはずです。ただあんまり水面近くまで食い上げる雰囲気じゃないですよね。頭のところで、うん、確かにな。ピッてやってるような。ライズはないしね。イメージ。エビはたまに上まで浮いてくるけど。うんうん、魚を上まで追っかけてきてない。下で目の前に来たやつをポッポッって。うわ、帰りたくない。そういうの聞くとね、あれもこれもやりたいからずっとやっちゃうよね。で多分明日これ村岡さん来たらもう分かってるから、ね、多分かけちゃうんですよ。そうなんだよね。こんな感じでしょつって、やっぱ2日3日かかんだよね、はい、ジャーニーの時もいつも最終日にバカバカって釣って帰るっていうロケばっかりで、ほとんど川の上流とかはもう初日からさ、だいたい見たら分かるじゃん、ポイントが。だから初日から出るんだけど、こういう場所は本当最終日にドラマがあるっていうね。いやでも今回熊本、鹿児島楽しかったね。
よかった。トバッチも山本くんもそれぞれの個性が素晴らしかった。で一緒にやってほしいね。一緒にやってほしい。コラボ。コラボですか。で2人で。ね、牛のチャンネルで。あ、マサッチ釣りチャンネルで、コバッチさんと俺と。うん、で俺はもう来ないんで、8時アップ3本釣るまで帰れまってみたいな。かつ、カナオさんが疲れたら必ず休んでくださいって。喉が渇いたら休憩を挟む。そうそうそう。その条件付きで。そうそうそう。お腹減ったらさ、ご飯食べに行く。それでちゃんとランカー出したらすごいよね。いや、やりましょう。やりましょうってやってください。やりましょう。そしたらそれ用の場所をしっかり練習してください。そう、練習してね。そうなってもいいや、いいところ、例えばコンビニの近くとかもうそれが成立するようにもうひたすら12時間張り付いて地合いを調べてみたいな。さっと行って、ちょい何センチね、よし、ここは一つキープってそれで5箇所ぐらい用意して。おー、そうそうそう、うん、いつもそうですよ。うわ、ガチペン130で。いつもだいたいそう、ロケが決まったら、まあ、大体エリアを絞り、そこからその細かい調理試合を一箇所一箇所絞っていく。で絞ってよしよしこれぐらいで食うって分かったら、それを5箇所ぐらい用意してタイミングを全部ずらさないといけないんで、例えば全部の場所を干潮で食うなら打てないじゃないですかね。全部きれいにこうやってずらして大変だけど、でももうロケとかで釣るならそうするしかない。そうだね。でそれがつながってるから、でも待ってくんないじゃん塩は。だからせっかちなのみんな。そう、待ってくれないじゃないですか、本当に。お腹空いたとか言ったら、ああそれはそう、次のポイント捨てて、じゃあここでご飯食べてその次行くかみたいな、ね、そうそうそう。もうずっと頭の中はもうずっとこうやって待ってるんですよ。工程表のように待っていくからね。工程表ができてるんですよ、ね、頭の中ではもう。そうそうそう。なると大体空港からお迎えの段階ですぐ行けば最初のここに間に合うみたいなのがあるから、最初は捨ててんだけど、いざ始まると結構意外と間に合うかもとか言って、だから大体空港からみんなせっかちなんだから、さあ行きましょうみたいな、ね、すごいよね、あのせっかちっぷりは。そうそう、もう頭で出来上がっちゃってるから、コンビニ一軒寄ったら崩れていくみたいな。うん。そうなんですよ、みんなそう。でやっぱりこっち側の潮が大きく動く西九州、うん、長崎とナングラが一番そこはシビアだから、その分せっかちだね。コンビニかみたいなこと言われるのは長崎の島原組と熊本ぐらい、うん、それぐらいコンビニがでポイントが1個消えていく。5メーターだからあっちはね、あの辺は5メーターってすごいね。顔をちょっと下向いてあげたら景色変わるもんね。ライン組み直して、もうリーダー組んでたら、うん、あれびっくりするぐらい。だから5投ぐらいしてダメなら、もう次行きましょうみたいな感じで、重なってるとこだとさ、うん、まだ間に合うみたいな。そこであのカメラマンの人とかがさ、ちょっとトイレ行きたいんですけど、みたいな感じで、仕方ないからね、こう。楽しいですよね。楽しい。それをまたしっかりしっかり練習して本番でちゃんと釣ると。練習で5箇所釣れてもロケになったら1箇所しか釣れないとかザラなの。よしここだっていうとこ1箇所だけ持っててもやっぱ心配ですから、だからもうよし大丈夫だって自信がつくまで練習するみたいな。じゃないと喋れないですもん、ベラ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 喋るの、もう釣るのに必死すぎて喋る余裕がなくなっちゃうから。一人の時も喋って練習したりする。ああ最初やってました。あ、初めてのその撮影の時に、うんうんうん、やっぱ喋れないんですよ、うんうんうん、なかなか釣りしながら。そうだね。なんで最初の頃は一人で喋りながら釣りしてました。誰かに聞かれたくない一人解説。もう旗から見たら本当頭おかしいですよ一人で喋りながら釣りして、食ったとか一人で騒いでバレんなよ一人でやばいやつじゃん、やばい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 、針一本とか言ってやばいやつでもそれを やらないと、やらないとダメだ。恥ずかしくてもやらないとダメだ。恥ずかしくてもやらないといけない。周りに見られて、あいつ何やってんだと指さして笑われようが、まあまあ見とれよとまあまあ見とれよと練習してましたよ、本当に。たまにそういう人がいるから幽霊説が出てくるの、こうなるほど、幽霊はあいつだったのか、うん、あの人後ろ向いて誰かと喋ってるけど絶対一人だよねとか言って、ちょうどいい距離感の人がなんかあいつやばいとか言って幽霊と喋ってるとか言ってそういう噂が広がって、あそこには幽霊がいるっていうおあと3分、あと3分。じゃあ最後アイザー、アイザー、ア
アイザーで、あのアイザーでいきます。あのアイザー、アイザー好き？アイザー、なんかみんな使いすぎてなんか俺いいかな。しかも、うん、もう即完売だったじゃないですか、うん、全国的に、うんうん、なんかこれ俺が使って魚釣って、うん、熊本の人が欲しいってなっても買えないよな、うんうんうん、だからシャルダスで釣ってた、うんうん、シャルダス意外と在庫あるとこあって、うんうん、シャルダスだったらまだ真似して買えるんですよ。なるほどなるほど。俺がシャルダスで釣って、あ、シャルダス釣れるんだ、真似してみようで真似ができるじゃないですか、うんうん、だからシャルダスで釣ってましたね。さすが。アイザー欲しいって言っても買えないんで、うんうん、うーんって思って、みんな真似したいじゃないですか。こうやって地元のテスターがいて、地元でそうやって釣ってると、うわ、あそこであれ釣れるんじゃないって買いたくなっちゃうから、買えないと真似のしようないし、そんな感じであんまり使ってない、うん、でも漂い感とか水上感、うん、水圧感とかは、うん、熊本の水圧にもちゃんと対応してる感じでした。合ってる、はい、対応してる。そんなこと言わずに使ってください魚を釣れと釣ります。それこそここの対岸でそのサヨリ食い、意外と一見こうやって動いちゃうからサヨリ食ってるやつらには難しいかなって思ったんですけど、うんうん、その水圧だけ調節してあげれば、うん、意外といけましたね、うん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 、全然食ってきましたね、ガーンって。そう、そのルアーに水圧をかけるのを、なんかそのこの水圧でこれぐらいの動きっていうのがあるんですよ、うんうん、で全てのルアーにベスト水圧があるんですよ。だから立ち位置とかこの竿の角度とか糸を水につけたりつけなかったりで、その水圧を調節してるだけみたいな感じ。水圧って言ったり波動って言ったり巻き感って言ったり、まあ、同じことなんだけどね、うん、どんなルアーもね超美味しいゾーンがある、美味しいゾーンがある、でちょっと美味しいゾーンがあって、あとあんまりっていう感じ、それの調節作業みたいな感じです、うん。何も考えてないみたいに言われたそうだ、投げて巻いてるだけだろみたいな2年間もあちこち行ってんのに辛い村岡さんなんて思ってたんですか、こんな業界も。いや、あのよく俺たちが釣り親父が冗談で言う投げて巻くだけっていうのがみんなそう言うからさ、まあ、でも投げて巻くだけでそうなんだけどね、やってることはね、はい、巻き方がちょっと投げて巻くだけを必死に丁寧に、うんうん、なるべく精度高くやってる、ね、そうそうそう、みたいなイメージで、ルアーを理解して、そのルアーが一番生きる投げて巻くだけをやってるみたいな、その状況に合わせて。あと半年したらかな、丸3年でしょ。カナオによるシーバス入門講座とか取ってみる。最高私の知ってる範囲でお話しますとか言ってこれは山本くんが言ってた気がする。そうそうそうで多分そのいろんな用語解説で笑っちゃうぐらいの勘違いとかあるけど、まああえてね、みんな分かってるからさ、面白いじゃん絶対。駆け上がりとか、駆け上がりって何だったっけ、なんかね、どっかのロケで聞いたなとか言って、あの睡眠出てるあの帯みたいなやつとかなとか言って面白い、それ面白い、面白い。いや今後も楽しみ。いろんなさあ、時間ですね。時間です。昨日と同じように尻すぼみ、はい、取っといてよやっちゃいましたね。今回熊本、はい、非常に楽しみました。ありがとうございました。山本君のことがよく分かりました。山本君がよく分かった、全国の人に分かってもらえた気がします、はい、よかったです。今後もご活躍を期待しております。ありがとうございます頑張ります、はい、ありがとうございますということで、あの山本君でした。あの山本君でした。それで締まるか。はい、あの山本君でした。よし、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れした。ナイスです。ナイスです。